マザーシリーズマザー2ギーグの逆襲マザー2ギーグの逆襲アースバウンドは1994年8月27日にニンテンドーより発売されたスーパーファミコン用のコンピューター RPG 前作マザーの発売から約5年後の1994年に発売されたマザーシリーズ第2作目スーパーファミコン用ソフトとして制作された前作に続き コピーライターの糸藤石毛里がゲームデザインとシナリオを手掛けている。キャッチコピーは大人も子供もお姉さんも。3人の少年と1人の少女が宇宙人、ギングの地球征服の野望を阻止するために広大な世界を冒険する姿が描かれる。タイトルは2だが物語のシナリオは前作と関係なく、戸田翔吾は前作をヨーロッパ映画と例えた上で本作を。 ハリウッドリメイク的作品としている。広告宣伝には木村拓也を起用。テレビ CM はゲームの中身には全く触れずに木村と幼稚園児による喫茶店内でのやりとりを見せる内容だった。1997年9月30日にはゲームソフトの書き換え、サービス、Nintendo Power 用ソフトの一つとして本作の販売が開始。 また2003年6月20日にはゲームボーイアドバンス用ソフトとして前作マザーと本作を収録したマザー1プラス2が発売された。2013年3月20日から4月18日までの期間中ファミコン生誕30周年記念 Wii U バーチャルコンソール体験キャンペーンの一環として本作の Wii U 用バーチャルコンソールが30円で販売された。 この間、任天堂が運営する SNS、マバースのコミュニティでは、マザーに復活祭が行われ、この中では、糸井石毛里もコメントを寄せた。その後、2013年4月27日より正式に、配信が開始された。また、2016年3月4日より、ニューニンテンドー 3DS 用、バーチャルコンソールとしても配信されている。 アースバウンドのロゴ、日本国外でのタイトルはアースバウンドで、北米では1995年6月5日に発売され、欧州では2013年7月18日に Wii U 用バーチャルコンソールとして初めて配信された。マザーシリーズでは2015年に前作が Wii U 用バーチャルコンソールとして配信されるまで、長らく国内外で公式にリリースされていた。 唯一の作品であった。2017年9月29日に海外で発売された海外版スーパーファミコンスーパーニンテンドーエンターテイメントシステムの復刻版エセニスクラシックエディションには内蔵ソフトの一つとしてアースバウンドが含まれている。一方、日本で2017年10月5日に発売された同種製品ニンテンドークラシックミニスーパーファミコンには マザーにギーグの逆襲は含まれていない。2006年に本作の続編となるマザーさんが発売された。主に前作との変更点について記述するイーグルランドの地方都市オネット。その北の外れにある家では少年が家族と暮らしていた。そして少年の家の隣には同年代の少年ポーキーミンチとその家族が住んでいた。ある日の夜、 少年の家の裏山に隕石が落下した。それから、夜が更けた頃、少年の家に、ポーキーが現れ、隕石を見に行ったきり、行方不明になった弟、ピッキーの捜索を少年に依頼した。少年は、ポーキーと共に、裏山へ向かい、隕石の落下地点にいたピッキーを発見、一同が家に帰ろうとした時、突然、隕石の中から、カブトムシのような生き物が飛び出してきた。 その生き物は、ブンブーンと名乗り、10年後の未来から来たと語った。ブンブーンによると、未来の世界は、地球征服を目論む、宇宙人、ギグの侵略により惨憺たる状況になっているという。そこで、ブンブーンは、少年こそが地球の危機を救う存在なのだと訴え、少年に地球の命運を託した。キロの途中、未来からやってきた、資格 スターマンの息子に襲われるもこれを撃退した一行は、無事ポーキーの家に到着した。ポーキーとピッキーは夜中に外を出歩いた罰として、父親からお仕置きを受ける羽目になったが、そのさなか、家の中を飛び回っていたブンブームは、ポーキーの母親の目に留まり、次の瞬間、叩き落とされてしまう。朦朧とする意識の中、 ブンブーンは少年に対して今後進むべき道となすべき使命を伝え、そのまま生きたえる。そして翌朝、少年は家族に別れを告げ、地球の未来のために冒険の旅へ出発した。ゲームの開始時には、主人公たちの名前や、主人公の飼い犬の名前、好きなこんだてかっこいいと思うものを任意で決めることができる。この時、 お任せでいいを選択することで、下記の表の候補が順次表示される。関連書籍や、大乱闘スマッシュブラザーズシリーズなどでは、一般的に左から2列目の名称が用いられているが、正式なものではなく、あくまで候補の一つという扱いになっている。以降の項目では、主人公の少年のことを、僕、仲間たちのことを、女の子、お友達1、お友達2と表記する。 本作は 199X 年の地球が舞台となっている。主に僕と女の子が住む国、イーグルランド、お友達一が住む国、ホギーランドなどで構成されている。イーグルランドでは張り巡らされた道路を自動車が往来し、代表的な都市、ツーソンとフォーサイドの間は公共交通機関のグレーハンドバスが運行している。ホギーランドの北部は 一帯が雪に覆われ、南部には人々が多く集まる海岸沿いのリゾート地がある。アメリカ国内を主な舞台としていた前作と比べ、アメリカンな趣を主体とするイーグルランドを中心にエジプトを彷彿とさせるスカラビや、アマゾン奥地を彷彿とさせる魔境、広大な地底大陸など冒険の舞台は世界規模にまで広がっており、フィールドのバラエティも豊かになっている。 作中では様々なパロディネタが用いられている。ブルースブラザーズと類似したバンドトンズラブラザーズやビートルズのイエローサブマリンを意識したような黄色いサブマリンなどの洋楽ネタに加え、糸井が協会会長を務めるモノポリーや当時のテレビ番組ギミアブレイクの中で糸井が行っていた徳川埋蔵金発掘企画についてもネタにしている。また、 ゲームのマザーにの話をする人々も作中に登場する。副題にギーグの逆襲とあるが、今作のギーグが前作に登場したギーグと同一の存在なのか、そもそも世界自体が前作と同一なのかは、作中では明示されていない。の後に続く、英語表記は日本の関連書籍等に記載されている名称で、内の英語表記は日本国外版のアースバウンドでの名称。 以降の項目でも同様。序盤の街の英語名には1から4の数字が含まれている。世界に8箇所存在する僕だけの場所。ここで流れるメロディを音の石に染み込ませることで地球と僕の力が一つになるという。パワースポットのボスキャラクター、僕が不在の状態でボスの元を訪れると門前払いとなり、戦闘は発生しない。ゲーム史。 ファミコン通信のクロスレビューでは合計34点でゴールド殿堂入りした。またファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通り総合点が25.2点となっている。攻略本漫画小説ゲームブック大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ大乱闘スマッシュブラザーズシリーズでは本作の主人公 僕がネスの名前で登場している、その他のゲームソフト、ありがとうございます。